譲り葉は、譲り葉か譲り葉族の常緑鉱木。古名は譲る葉。和名は、春に枝先に若葉が出た後、前年の葉がそれに譲るように落葉することに由来する。花の形態が、東大草花に似るので、古くは、東大草花に含められたが、四髄が2個などの違いから、独立の譲り葉化とされた。APG 分類体系では雪の下目に入れられている。 日本の関東、東海地方以西の本州、四国、九州、沖縄と韓国、中国中部まで自然分布する。日本の植栽化の地域では、東北地方南部より沖縄の地域となる。主に団地の産地に自生する。上緑紅葉樹。高木の中でも中高木に分類され、高さは10メートルほどになる。上緑樹でありながら、春に古い葉が落ちて、 新しい葉と入れ替わる。葉は誤生して枝先に螺旋状について、葉芯は垂れ下がる。葉芯には光沢があり、長さは8から20センチメートルほどの長大型から、頭皮張り形で先端は短く尖り、基部はくさび型。葉平は赤紫色を帯び、大きな特徴にもなっている。夏季は4から5月。 溶液から長さ4から8センチメートルの相乗果樹を出して、花火がない小さな花を多数つける。私有一種で、大花、メ花とも過食は黄緑色をしている。果実は10月から11月に熟し、黒化色食になる。ダフニフィリン、ダフニマクリン、ユズリミン、ダフェニリンなどの複雑な骨格構造のアルカロイドを多数含み、家畜が誤食すると中毒の原因となる。 さらに、譲り派アルカロイドはその構造から前後性の対象としてよく取り上げられる。譲り派は、新しい葉が古い葉と入れ替わるように出てくる性質から、親が子を育てて、家が代々続いていくことを連想させる演劇とされ、正月の鏡持ち飾りや庭木に使われる。また、家紋も同様の由来で使用化は、官務兵士吉文流千和支流の話。 出自不詳の白本氏が使用した、防火の機能を有する樹脂としても知られる。日陰か、ぶちに影を好む性質で根は深く張り、土壌は、佐渡はよく乾燥にも強い。生育の速度は遅い方で、若木のうちは剪定の必要もほとんどない。植え付けは6月中旬から7月中旬、剪定は6月下旬から11月下旬に行うものとされる。ただし、 刈り込みには弱いため、枝を軽く成形する程度に止めることとされる。木が大きくなったら、混み合う枝を間引きするようにし、切り戻しの際は枝の分かれ目で行うようにする。大きく目立つ葉は干渉用にもされ、白い不入りが入る白福林譲り葉のほか、高福林や木、中藩などの園芸品種があり、ブチ色の濃淡でいくつかの系統がある。譲り葉族は、 譲り墓の属の一つ。東アジアから東南アジアインドに分布し、35種からなる。ありがとうございます。